품바퀴 가족 미나 사마 곤니치와 품바퀴 데스. 품바퀴 채널와 한국인 저는 한국인입니다. 한국인과 한국 코스메오 세분 분석시 세분 요크 효과는 아루 한국 코스메오 주다에루 채널 데스. 마다 치사이 효과를 간지れる 스킨케어 라인도 한국 칼라 코스메모 주다에테 이마스. 스킨케어와 구찌코미데와 아리마센. 코스메와 세분 데스. 모 구찌코미데 실패する 스킨케어와 야메테 세분을 믿테 에라비마쇼. 메가와리 오스스메 비오액기です. 단력군이 요이 비오액기 후다츠또 비하크 비오액기 후다츠오 쇼카이시마스. 이치방 사이쇼니 쇼카이스루노와 이데베논 비오액기 후다츠です. 이데베논와 하다 단력군이 카카세나이 세븐です. 누르 보톡스또 유 나마에오 모츠 세븐ですので 하다 단력군의 ためなら 제이 이데베논오 塗って もらいたいです. 一番最初に紹介する イデベノン アンプルは 弾力アップにとっておきの シドムル イデベノン 2000ppm アンプルです. ロズヒップ ガジツエキスが 88% 配合されて イデベノンが 2% です. イデベノン 2% 配合は すごい量です. まだ ロズヒップ ガジツエキスは 하다 단력구도 하다 통합분이 효과적인 액기스です. 88% ですので すごい配合量です. この動画で全成分内容を見ると分かると思いますが 良い成分で構成されている イデベノン アンプルです. 하다 다루미가 気になる方には イデベノンが 2% 配合されている シドムルの イデベノン アンプルを おすすめします. では塩感です。黄色い液体が入って乗せますと少しとろみがかかった液体が入って塗りますとベタつきないですがスッと吸収されて肌がしっとりするアンプルです。香りはないです。液体が黄色い理由は色素ではなくイデベノンの色ですので 参考にしてください。次に紹介するのはメイクプレムのイデベノンリフティングアンプルです。こっちはイデベノンが 1% 配合されてシドムルよりは少ない量ですが、ですが角質層が弱い方、肌が薄くて悩みを持つ方にはぜひ使ってもらいたい美容液です。 角質感脂質成分セラミドが成分前に5種類も配合されてます。とても高配合です。セラミドの中でもセラミドイオピがとても大事となりますが、まだセラミドイオピがメイクプレムほど高配合されてる美容液もないです。セラミドイオピがなぜ大事かは別の動画を作って説明しますが、 角質感脂質の骨格だと思ってください。セラミドEOPが少ないと角質層が崩れやすいです。他の化粧品でセラミドが多く配合されてると言ってもセラミド NSばかりです。本当に大事なセラミドはセラミドEOPです。 ですので、敏感肌で角質層が健康ではない方、例えば顔から白い分が起きるとか、何を塗っても肌が染みるという方、まだ肌がパサパサな方、常に乾燥を感じる方、肌をよく洗いすぎてしまう方には、ぜひ参考にしてもらいたい美容液です。 弾力に良い イデベノンも 1% 配合されてますので、肌弾力アップにも良いです。肌の弾力に力を入れたい方にはシドムルのイデベノンアンプルを、肌自体が健康ではないと思う方にはメイクプレムのイデベノンアンプルをおすすめします。では使用感です。 黄色い液体が入って、先ほどお伝えました通りに、この黄色さはイデベノンの色で色素ではないです。さっきのシドムルのイデベノンアンプルよりはもっとしっとりします。全般的に塗ります
とベタつきないですがかなりしっとりする美容液ですのでぜひ参考にしてください。次に紹介するのは美白美容液でミシャとボナジュルをおすすめします。ビタミン C とビタミン C 誘導体が配合されたミシャのビタ C アンプルは毛穴縮小にも効果的で美白にも良いです。ですがたまにビタミンに敏感反応を出す方もいらっしゃいます。そういう方には美白成分アイボチンが配合されているボナジュルをおすすめします。アイボチンが合う人にはミシャビタシよりボナジュルのステムセルアンプルがもっとトーンアップする方がいらっしゃいます。私の場合はボナジュルの方が効果的ですぐにトーンアップ効果がありました。ミシャもボナジュルも両方一つずつ使ってみると良いです。そうするとどれが私に効き目が高いかわかります。ミシャビタシアンプルを使ったことある方はアイブチン5配合のボナジュルのローズステムセルアンプルをぜひおすすめします。この2つの成分内容はこの動画で詳しく説明してますのでぜひ参考にしてください。ボナジュルの方はグリセリンが配合されてないですのでさっぱり系でベタつきがないです。ミシャはボナジュルに比べるとベタつきが少しあります。ビタミン C とビタミン誘導体での美白効果、ローズエキスとアイボチンでの美白効果、両方とも成分は違いますがトーンアップ効果、シミ、乾板にとっても良いアンプル2つですのでぜひ一つずつ使ってみてもらいたい美容液2つです。ではミシャから使用感を伝えたいと思います。黄色い液体が入って塗りますとスルスル塗れる美容液で全般的に塗るとほんの少しのベタつき感はありますが全然気にするほどのベタつきはないです。次にボナジュルの使用感を伝えたいと思います。こちらは透明な液体が入って塗りますとすごくふんわりとした塗り感ですね。ですけど全般的に塗りますとスッと吸収されて本当にさっぱりになる美容液です。使用感とても良いです。香りは爽やかなローズの香りがします。人工的に入れた香料ではなくローズエキスから出る香りですので嫌な香りではありません。ミシャビタシアンプルからは爽やかなビタミン C の香りがします。今日は弾力アップに良いシドムルのイデベノンアンプル、角質層を強くさせながら弾力アップ効果も得るメイクプレムのイデベノンアンプル、ビタミン C とビタミン C 誘導体で美白効果を得るミシャビタシアンプル、パラエキスとアイブチンでシミや乾板を改善できるボナジュルローズステムセルアンプルと4つの弾力美白の美容液を紹介しましたので目代わりでぜひ参考にしてください。ではこの動画が参考になった方、少しでも良いなと思われた方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンとチャンネル登録は動画作りの励みになります。では次の動画で会いましょう。